続きまして、東邦大学から森田先生、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました、東邦大学医学部、医学部長、森田でございます。えー、千葉大学を代表校として、東邦大学が連携し、えー、この 事業に参加させててていいたただいてまますすこと大変ありりがたく思っておりますえ本日は皆様対面そしてエビナー多くの方々から方々にこのポストコロナ時代医療人材養成拠点形成事業第2回の全国フォーラムにご参加いただきまして誠にありがとうございました。 ご来賓いただきました、田原教育課長、誠にいつもありがとうございます、えー。予算の話が何回も出ておりましたけれども、決してこれはこの事業の重要性が低減したというわけではないと、私は信じていますし、ご参加いただいている先生方、皆さんが そのように信じていいると思いますであるからこそ、先ほど、統合討論で、伊藤先生が、やりたいんだ、やらしてくれよ、とおっしゃっていただいたんだと思っております。本日の皆様方のご発表をつぶさに伺いますと、非常にクオリティが高く、そして熱意と情熱にあふれている。 ということがよくわかりました。地域のニーズは様々である。地域医療のニーズは様々である。確か宮崎大学からのご発表では、都市型の地域医療という単語であると思います。という、様々な日本各地の地域医療のニーズに合った医療人材を養成する。そして、それを これ拠点事業でございますから、全国に広めていく。コロナ禍において、急速に発達した ICT。これを、ポストコロナ時代に活用する。遠く離れた地であっても、離島や僻地であっても、その ICT を駆使することによって、 同じ教育のレベルを維持することができる。先ほど総合討論で学生さんの懸念として地域で勉強できるんですかっていうご質問が出たかと思います。まさにそこは ICT の活用によって、またこの授業で多くの開発されているコンテンツ、これも共有化できる、と共有化するんだ。 ということを皆様おっしゃっていただきました。まさにそういうデジタルコンテンツを ICT で繋ぐことによって地域の教育力、これが向上するし、地域での学習も可能になる。まさにこれがこの授業の素晴らしい点だと思います。大学は幸いのことに学生と教員を要しています。 教育を通じて人材育成をし、そういう大学の活動が知識の共通基盤となって社会を支えていく存在である。これが大学の役割だと考えています。まさにこの授業で学生を育てる我々教員、社会を支える知識の共通基盤となって、その大学の教育力が 地域の医療機関にも波及し、地域の教育力を向上することによって、様々なニーズのある地域医療に役立つ人材が育成されるものと確信しています。本日のこのフォーラムで皆様方からその強い熱い熱意を聞けたことは大変嬉しく思いました。多くのご参加をいただきまして誠に、 ありがとうございました。これをもちまして、私の閉会の挨拶で返させていただきます。ありがとうございました。森田先生、ありがとうございました。以上をもちまして、第2回全国フォーラムを閉会とさせていただきます。会場にてご参加いただいた皆様、Zoom ウェビナーよりご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。